フィッティパルディ F5 はデビット・ボールドウィンによって設計したフォーミュラワンカーで1977年ベルギーグランプリから1979年イギリスグランプリまでフィッティパルディチームによって使用された。これまで登場したシャシーはフィッティパルディと車体設計者のリチャード・ディビラによる FD という型番が付けられていたが新車。 F5 以降から、リビラからデビット・ボールドウィンの手に移ったため、D が落ちた。ドライバーは、エマーソン・フィッティパルディとインゴ・ホフマンとの二大体制で参戦したが、戦闘力不足の影響で、表彰台まで、あと一歩と迫る4位にとどまった。1978年シーズンに向けジャコモカリーリが加入し、前年の F5 を、グランドエフェクト仕様、フィッティパルディ F5A に仕上げた。 ドライバーは、エマーソン・フィッティ・パルディのみの1カーで挑み、以前よりも戦闘力が向上し、第2戦ブラジルグランプリでフィッティ・パルディがチーム初となる2位表彰台を獲得し、フィッティ・パルディにとって1975年シーズン最終戦、アメリカグランプリ以来3年振りの表彰台となった。1979年は、開幕2戦使用し、第3戦南アフリカグランプリから、 ラルフ・ベラミーによって開発されたフィッティパルディ F6 は失敗作となり第10戦西ドイツグランプリに F6 の改良型 F6A が投入されるまでは F5A を使用するものの結果は開幕戦アルゼンチングランプリで6位入賞のみに終わった 1FD レイオンによるポイントも含むありがとうございます